ハイポイントアメリカ合衆国ノースカロライナ州の大半がギルフォード軍に属する都市である。ハイポイントとグリーンズボロ市及びウィンストンセーラム市で作るピードモントトライアドに位置している。2010年国勢調査では人口10万4371人であり、2000年の8万5839人から22%増加した。人口ではノースカロライナ州で 第8位の都市である。ハイポイントは、家具、繊維及びバスの製造で知られている。世界の家具の首都というあだ名があり、半年に1回のハイポイントマーケットには、世界中から10万人の観客とバイヤーを集めるので、ノースカロライナの国際都市とも呼ばれている。市内には1924年に設立された市立で、メソジスト系のハイポイント大学がある。 地域の大半はギルフォード軍に属しているが、隣接するランドルフ軍、デイビッドソン軍及びホーサイス軍に一部が入っており、四つの軍にまたがる。都市としてはノースカロライナ州唯一である。ギルフォード軍に最初に入植したヨーロッパ人の中には、クエーカー教徒とドイツ人の移民が混じっていた。ハイポイントは1856年に建設された。 シャーロットとゴールズボロを結ぶノースカロライナ鉄道で最高点に位置しており、そこで1852年に建設されたグレートウェスタン板道路と交わっていた。その位置取りと交通の便によって、綿花や木材のような原材料を積み出すことができ、市の内外で加工もできたので、初期の成長に貢献することになった。入植したのは1750年より前のことだったが、 1859年に姿勢を敷いた。市が大きな製造業の中心となる前は、タバコ、木材加工及び繊維が重要な産業だった。市内に多くある家具工場の初期のものは1889年に開業された。ハイポイントの考え方は単に製造業に結びつけられているのではない。18世紀の半ばには、すでに手頃にまかなる土地。 良い気候及び理に課内秩序ある社会を創設する機会を求めてこの地域にやってきたペンシルベニア州のクエーカー教徒難民のように宗教的な自由に結びつけられている。クエーカー教徒は18世紀後半に多くの者が異端と考えた信念を持っていた。この中核となる革新の中心にはこの地域の将来の成長のために基礎となる特別の公益と 初期教育の仕組みの発展につながる社会の価値と、陽動ということがあった。ハイポイントはその自治大会以来、高い望みがある都市だった。1870年代には、北部から来たカーペットバンカーに、1910年代には、繊維産業の貴族に群がろうと、また1930年代には、公共公園を計画しようと、市は常にその見通しの先を見ていた。JJ ファリス スティーブン・ C ・クラーク、フランク・サイズ・モア及びホルト・マクファーゾンのような市の歴史家たちは都市を建設するためのガイドブックであるかのように市の過去について誇らかに記している。多くの成功した事業や家族の資産に記録を止められ、この待望は死の建築物にも記録されている。安城様式のエッカーハウス、1908年建設市の成長と影響力を反映して、 建築物の多様さでもハイポイント市民の誇りと文化的洗練さを次第に高めていった。初期開拓時代以来、ホテルや商人の家屋には訪問者や目利きの買い物客にとって流行のファサードがあった。その後裕福な実業家は大げさな家屋を持ち、教会は人気のある様式で建てさせ、それが街のスタイル感を増していくことになった。 学校や公共事業のような公的プロジェクトはハイポイントの戦士的な精神や活発になる時代の流れを物語るように人気があり近代的なデザインで建設されるようになった。20世紀半ばまで西が設立されて以来のほとんどあらゆる建築様式で建てられた建築物を見られるようになっており、その中には国内で認められた建築家やプランナーによって設計されたものもあった。 21世紀に入って、このような影響力が高等教育機関にも及ぼされるようになった。1924年に開校したハイポイント大学は、ハイポイントとウィンストンセーラムにあるキャンパスに、世界52カ国と、全米36州から3000人の学生と大学院生を集める一般教養大学である。雑誌、US ニューズワールドレポート大学ランキングでは、 この大学を南部で6位、全米では100欠に入る総合大学に位置づけた。この大学では、大学の45の専攻科と大学院の5の専攻科を提供している。南部カレッジ学校協会のカレッジ委員会から認定を受けており、また NCWA のディビジョンアイとビッグサウスカンファランスのメンバーである。ハイポイントのトライアングル公園世界最大のタンスハイポイント氏は、 ノースカロライナ州唯一の4つの軍にまたがる都市である。ヤドキンピーディ川とケープヘア川の2つの水系がある。市の一部の標高は1000フィート以上あり、ノースカロライナ州のピードモント大地では最高の都市軍に入っている。ハイポイントは北緯35度58分14秒、整形79度59分51秒。 北緯35.97056度整形79.99750度、35.97056-79.99750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は50.6平方マイル、このうち陸地は49.0平方マイル、水域は1.6平方マイルで、水域率は3.24%である。 ハイポイントの気候は温暖で四季がある。夏は暑く時として湿度が高い。7月や8月は露天が下肢60度台後半から下肢70度台前半にまで上がる。秋と春は温暖である。冬は冷涼だが、毎年摂氏5度以下に温度が下がることは数日だけである。降雨は年間を通じてほぼ均等にあり、1ヶ月に雨の降る日は6日から9日である。 降雪は気まぐれあり、ほとんど降らない年があれば、暴風雪に襲われる年もある。1月に平均最低気温は摂氏3度、平均最高気温は摂氏7度である。7月の平均最低気温は摂氏19度、平均最高気温は摂氏30度である。ただし熱波に襲われた時は摂氏35度を超えることがある。 過去最低気温は摂氏22度、過去最高気温は摂氏40度である。湿潤大陸性気候であり、山岳部と太陽との間にありながら、内陸ほど温度変化はない。2010年にはカロライナ竜巻に襲われた。改良を富士ケール EF3 にまで達して、市の北部郊外を通過した。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ハイポイント市の主要雇用ストップ10は次の通りである。ハイポイントはかつて家具、靴下及びハッテラスヨットと同義語だったが、現在の経済は、物流、顧客サービスと金融、製造、写真及び薬品にまで多様化してきた。コンピュータのデル社の供給者ワールドワイドテクノロジー社が、ハイポイントにある面積3万4千平方フィートの施設で200人を雇用すると発表し、 フォーサイス郡にあるデル製造工場の恩恵を受けている。ピードモントトライアット国際空港をフェデックスが航空便中継点とすることを計画しており、ポロラルフローレンのインターネット販売サイトであるポロ .com の拠点としてハイポイントを選定し、250人を雇用する計画の重要な要素になった。2005年、市はその公式スローガンとしてノースカロライナの国際都市を採択し、 国際ビジネス、特に世界最大の家具産業見本市であるハイポイントマーケットの役割を強調することになった。ハイポイントマーケットは市の経済の中心であり続けている。この巨大な見本市は世界最大、最も知名度が高く、かつ最も重要な家具産業の見本市である。会場は面積1200万平方フィート、出店者は2300社。 188の建物に分かれて行われている。ハイポイント駅ハイポイントの近くには、ピードモントトライアッド国際空港があり、グリーンズボロシアウィンストンセーラム市の市民も利用している。近年改修されたアムトラックのハイポイント駅は、ウェストハイアベニュー100にある。ハイポイント駅には、ニューヨークとニューオーリンズを結ぶ、夜行長距離列車クレセント号が1日1往復。 ニューヨークとシャーロットとを結ぶ昼、雪長距離列車カロライニアン号が1日1往復、ローリーとシャーロットを結ぶ、中高中距離列車ピードモント号が1日に往復停車する。それらの列車がハイポイント行きとニューヨーク、フィラデルフィア、ボルティモア、ワシントン DC、リッチモンド、ローリー、シャーロット、アトランタ、バーミングハム及びニューオーリンズなどの都市を結んでいる。 週刊高速道路85号線が市の南部を通り、現在は産業道路85号線とされている当初の週刊高速道路より南東にある。将来新しい週刊高速道路74号線が市の東部を通ることになる。この区間は地元でイーストベルト高速道路プロジェクトと呼ばれ、観光は2011年以降を予定されている。 この高速道路の一部は建設が終わっており、アメリカ国道311号線と呼ばれている。ピードモント地域交通公社もハイポイントでバスを運行している。ノースカロライナ州ピードモント北西部の各都市の大半を結ぶシャトルバスである。市内には公共交通機関もある。ハイトランと呼ばれるバス便である。市内を通る高規格道路は次の通りである。 ハイポイント大学、ロバーツ・ホール子どもを教育する私立学校は19世紀初期にはすでにクエーカー教徒がハイポイント周辺に設立していた。ニューヨーク州のクエーカー教徒のネットワークであるニューヨークソサイエティ・オブ・フレンズ年次集会が1880年代にアフリカ系アメリカ人の生徒のための学校を足ぼろで始めた。この学校が1891年にハイポイントの ワシントン通り東の地に移転された。この学校はハイポイント市販実業学校と名付けられ、1897年までクエーカー教徒によって管理された。この年、黒人教師アルフレッド・ジェグリフィンが校長になり、長期間にわたる成長の礎を築いた。ハイポイントの公共教育の仕組みは、1897年に1万ドルの再建の承認で始められ、一部は、 最初の校舎のためにメインストリート南にあった JL ウッドコックス家の邸宅を購入するために使われた。5年生までの児童350人を教育する仕組みを管理するために12人の教育委員が指名された。市の施設が大きくなるにつれて初等教育の施設も改良された。学校建設と教育年限を上げること、教室を改善することが組み合わされ、 1905年から1911年の間に白人児童のための4つの学校が建設された。その他多くの学校は1920年代の急成長の時期に建設された。この建設ブームは1927年のハイポイント高校開設が頂点だった。州内にある多くの拡張高い校舎の中でも1927年のこの高校を超えるものは少ない。 このキャンパスはグリーンズボロの建築家ハリー・バートンとシャーロットのランドスケープアーキテクトあるエス・ドレーパーの合作だった。1931年にはすぐ東にファーンデール中学校が併設され、高校の外観と調和するように設計されたのでキャンパスの思想を保つことができた。この高校と中学校は中心街とエメリーウッドの間にある広大な土地に運動施設を 共有している。二つ目の高校である t w i n g トアンドリューズ高校は1960年代に建設された。市内にはいくつかの私立及び独立系学校もあり、バプティスト系のハイポイントクリスチャンアカデミーや、クエーカー系のハイポイントフレンズ学校などと、チャータースクールのフェニックスアカデミーがある。1921年ハイポイント商工会議所が、 市内にカレッジを設立することを優先事項にし、ハイポイントカレッジ設立運動を開始した。この運動で長年カレッジを設立したいと望んでいたノースカロライナメソジストプロテスタントの関心を集めるための基金を求めた。ハイポイント市は、指導的市民からの保障で60エーカーの土地と10万ドルの寄付を受け、グリーンズボロやバーリントンというライバルに競り勝って、 カレッジ誘致に成功した。ハイポイントカレッジは1924年に開校し、この時は様々な開発段階の3つの建物があった。1920年代の保証基金でロータリー、キワニス、シビタン及びアメリカンビジネスクラブなど市民団体の多くが設立された。ハイポイントカレッジのキャンパスの建築デザインは1920年代に、 州内にあった多くの私立カレッジと大学の伝統的かつ歴史ある建築概念を保つようにされた。管理棟、男子寮と女子寮、及びセントラルヒーティング設備が1922年から1924年にかけてワシントン DC の建築家 R.A.、E. ミッチェルとこれを支援したハイポイントの建築家、ハーバート・ハンターの設計で建設された。 今日のハイポイント大学は4年生、教学、一般教養大学であり、ユナイテッドメソジスト協会と関連がある。伝統的な形式で50の専攻科がある。伝統にとらわれない夜間教室もあり、大学院研究科では4種の修士号と6個のプログラムを提供している。市内には、ジョン・ウェズレー・カレッジがあり、また、小大学ケープププログラムセンター9カ所の一つも、 ある。ギルフォード効果、コミュニティカレッジもハイポイントにキャンパスを構えている。ハイポイントエンタープライズは1885年の創刊であり、市内唯一の日刊誌である。グリーンズボロで発行されるニュースレコーズも購読できる。イエス、ウィークリーはニュース、評論、芸術、娯楽、音楽、映画、及び食品の話題を掲載する週刊誌である。 ハイポイントは、グリーンズボロ、ウィンストンセーラム、ハイポイントテレビ市場に属している。全国系列のツボネなど究極の放送を視聴できる。ありがとうございます。